トラッドブリックよりお送りしております。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。インターナショナルリーグ第7節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。さあ、いよいよキックオフです。さあ、ここからどう攻める。横にそれてしまった。ヘッドでパスを送る。シュート、これはゴールキック。シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。10分過ぎました。出た。サイドに上げた。キラーパスになるのか。前半30分経過。ドリブル。頭でつないで。キックミスでしょう。前半戦終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は0対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、攻撃ではもっと前線に溜めを作るようなプレーが欲しかったですね。はい、どうもありがとうございます。それではこの後の試合をお楽しみください。後半開始の笛です。を使う。これはゴールキック。なかなかゴールを割れません。体を入れてきます。おっと、ファールを取られました。壁の選手が揉めているのでしょうか。来た、キーパーこぼした。コーナーです。ボール回しに嫌われた。
さあチャンス到来、スペースを見つけた、これはチャンスだ、シュート。さあどちらがボールを支配するのか。後半20分経過しました。ナイスファイト。ここでシュート、なかなかゴールを割れません、なかなかゴールを割れません。ヘッドパス、なかなかゴールを割れません。シュート。なかなかゴールを割れません。旗が上がった。ディフェンスラインの統率が取れてますね。シャバツなパス交換、決まった、ゴール、エクセレントゴール。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。奇才と呼ばれた監督が個性豊かな、これはファールです、イエローカード。熱くなるのはまずいですよ。彼ならゴールを期待できそうです。浮き球を放り込んで合わせてくるかもしれません。枠から大きく外れています。ふわっと上げる、ファンブル、これはコーナーキック。さあチャンス到来、試合終了です。1点を死守しました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。はい、非常に見応えのある試合でした。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。